I can't. I just can't. Okay, guys, welcome to Oshinoko Reaction. I know absolutely nothing about this anime, like literally nothing. The only thing I know is that it was made by Akasaka, and he made also Love is War, Kaguya-sama. Okay, and let's watch it. If you'd like to see full uncut and unedited reactions ahead of YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description, and let's go. I'm curious. What's this anime about? Yeah, it's about idols. I think. It looks like it's about idols. Damn, she's pretty. Lies are weapons. アイドルグループ B 小町の絶対的エース不動のセンター究極美少女の16歳 16 years old. I that means love in Japanese, right? ここからだ。ここから彼女はスターダムへと。なんで感情がアイドルの DVD に入ってるんですか？常識で考えておかしいでしょう。美しいものを見ると健康に良い。So this guy's a doctor. うちの病院の公式見解にしないでください。そういえば先生、さっきツイッターのトレンドに、愛の活動休止だと。Due to poor health. 16歳でしょその子。What's with her eyes? She looks completely dead. 理由があんだよ。理由が。その時出会った患者の一人が、俺の運命を変えたんだ。で。この子がメイメイ、ダンスがいいの。おお。歌はアリピャンとキュンパンがいいんだけど、やっぱ私の推しは愛一択でしょ。生まれ変わったらこの顔がいい。何が生まれ変わりだ。バカなこと言ってんのよ。Yeah. Don't say it like you're gonna die. もし芸能人の子供に生まれていたらって。考えたことはない？ない。やっぱり夢がないな。サリナちゃんも可愛いじゃん。生まれ変わる必要なんてない。But I mean, it's sometimes hard for children of celebrities like exist because everyone expects like the same performance from their parents. So I think they are kind of pressured.そしたら俺が押してやるよ。本当？先生好き。結婚して。社会的に死んじゃうから勘弁して。このモラリスト。残念だ。But he didn't say no。16歳になったら真面目に考えてやるよ。16か。先生、意地悪だね。No, this is. No. 体型生成性細胞種。まだ12歳だった。今でも生きてたら、愛と同じ16歳。彼女が好きだったアイドルと、サリナちゃんを重ねて見てたんだろうな。結果、ロリコンってことですね。話聞いてた。結構感動的なエピソードだったよね。先生、yeah, it was touching. なんか生々しくて。サリナちゃんにかこつけて、自分の欲望を解放してるだけなんじゃ。バカ言え。サリナちゃんの名にかけて、めちゃピュアな気持ちで押しとるわ。はい、お待たせしましたと。ギナコロジー。星野さんは初めてですね。No way. No way. お腹の具合は20週ってとこか。That's I, right? 初心にしてはだいぶ遅いタイミングだな。年齢は16歳。なるほど、わけあり。あなたは親御さん。まあ書類上は。On paper。彼女は施設育ちのもので実質後見人というか身元引受人というか。16歳、施設育ち。どっかで聞いたような話だな。まるで。Okay, I love the eyes. It's really on par with Jujutsu Kaisen with Gojo's eyes.だとしたら死んでますね。
そっちは順調。今日も問題なかったよ。ちょい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 、本物？愛のそっくりさん。いや、長年のファンの僕が見間違えるはずがない。リアル愛超かわいい。 But who is the father? 推しのアイドルが妊娠しとる。 Yeah, with who? 愛、本当にどうしてこうなった？ Yeah, how did it happen? 社長の俺にどうして相談しなかった？相手の男は誰なんだ？内緒か。じゃあ仕方ないけど。検査の結果、20週。Twins。双子。双子。はい、本気で産む気なのか。16歳で妊娠出産なんて世に知れたら、お前もうちの事務所も終わりだぞ。Is she gonna like abandon her kids?最終的な決定権は君にある。No way, right? よく考えて決めるんだ。医者としてはそうとしか言えないな。ミュー好きだったのに。またタイムリーな。待て、今死ねばワンチャンアイドルの子として生まれ変われるのでは。考えがキモすぎる。君に好きな男がいても僕は君を応援し続ける。でも君が子供を産めば、より高みに羽ばたいていく姿を見ることはできなくなるんだろう。ファンの意見ってのは身勝手だよな。そう思うだろう、サリナちゃん。夜風が体に触りますよ。厚着してるから大丈夫。夕暮れでも星がすごくよく見える。And she has to stay only in hospital, right? She can't even go outside because everyone would notice her. わざわざ It's kind of hard.東京だと人目につくから。あれ、私仕事のこと言ったっけ？昔受け持った患者に君のファンがいたんだよ。やっぱ溢れ出るオーラ隠せないね。困った困った。自信か可愛い。君はアイドルを辞めるのか？なんで辞めないよ。私家族っていないから。家族に憧れあったんだ。Okay, I got it. きっとにぎやかで楽しい家族になるよね。子供は産む。アイドルも続ける。そう。公表しない。No way. アイドルは偶像だよ。嘘という魔法で輝く生き物。嘘はとびきりの愛なんだよ。嘘に嘘を重ねて、どんなに辛いことがあってもステージの上で幸せそうに歌う楽しいお仕事。でも幸せってところだけは本当でいたいよね。みんな気づいてないけど、私たちにも心と人生があるし。愛というアイドルは思っていたよりずっとずぶとく、ずるくて強く。But it's a good thing. 一番星のように眩しかった。和解した。え？星の愛、僕が産ませる。安全に元気な子供を。君の幸せがそれだって言うなら従おう。だって君はどうしようもないほどアイドルで。Yeah, I just know something's gonna mess up. 僕はどうしようもないほど。I just know it. 君のファンだ。君の場合、帝王切開の可能性が高い。赤ん坊の頭蓋骨が大きかった。 What was that? Cesarian? I don't know how to read it, but yeah, I got it.I know what that is in my language, or I think. 君の体型だと骨盤の開きが足りないことが多いんだ。 Yeah, so she's gonna have a scar. Yeah, that's gonna be really terrible. 他の方法は無痛分娩、ソフロロジー。はい。大丈夫、自然分娩でいけるよ。だって私の子だよ。きっと小顔で美人に決まってる。また適当なことを。君の家族は僕が守る。正直言えば複雑な気持ちはあるけれど、それは全力で隠した。嘘は愛。なんだかいい言葉に思えてきたから。スターはすごい。先生お疲れ様。でも呼んだらすぐ来てよ。おう、家はすぐ近くだしな。
まあ来れなくても代わりの先生来てくれるし。やだ、先生がいい。冗談だよ。じゃあ後でな。ちょっと裏の面も見えたけど、彼女のカラッとした性格をむしろ好きになった感想。She's 彼女の幸せ。Right, he's gonna see idols. そこから応援する。星の愛の担当医。彼女は偽名を使ってる。病院で見かけたにしても公表されてない彼女の名字をなんで知ってる。おい。Was that? もしかしてストーカーか。Yeah, stalker. How did he knew? こんな山道走らせやがって。どこ行った？And he's that. He's gonna be reborn. 急に頭真っ白になるから。Okay, never mind. もしかして愛が産気づいたか。早く起きて。あの子の子供。Okay, this might be some crazy theory, but is he gonna be reborn as one of the twins? And maybe Sarena-chan is the second twin? Damn, that would be gas.もし芸能人の子供に生まれていたらって。Yeah, he's gonna be reborn as an idol's child. No way. 今死ねばワンちゃん、アイドルの子として生まれ変われる。生まれ変わったら。真面目に考えたことはなかった。だってそうだろう。自分の話とは思わなかったんだから。OK。俺みたいな人間は死んだら地獄に行くと思っていたが。目覚めれば天国にいた。He was reborn。いい子ですね。アクアマリン。アクアマリン。とりあえずすげえ名前つけられた。今俺はアイドル星の愛の息子として生きている。なぜと聞かれても困る。Is he gonna tell her at some point that he's the doctor? なぜ前世の記憶が残っている。But reincarnated or reincarnated reborn? 今はこの赤ちゃんライフを堪能したい。I mean, yeah, he must be slurping those titties. 疲れた社会人の心に思いっきりしみる。パブ。この家にはもう一人住人がいる。Another twin。ルビー。星のルビー。俺の双子として生まれた子供だ。Okay, I like that both of them has only one star in the eye。どうしたの、ワクワ。そっちはルビーだろ。それでも母親か。人の顔と名前を覚えるの苦手なんだから仕方ないでしょう。でも私、才能あるなって思った人の名前は覚えられるよ、佐藤社長。おし、俺の名前はサイトダックスアイドル。とにかく、イチゴアイドル愛は本日復帰となる。復帰第一弾は今夜の歌番組。生放送だけど、いけるよな。もちろん。愛が仕事の間、子供の面倒は妻が見る。はあ、She looks pretty. Not gonna lie. この子たち現場連れてっちゃダメ？ダメに決まってんだろ。肝に銘じろ。アイドルのお前が16歳2児の母なんて世に知られたら。But wait, they kind of have the same color. 肝に銘じろ。As Saito. お前が。めんどくさいね、ルビー。そっちはアクアだ。よろしく。ベビーシッターなんて経験ないのに。She just gonna fall asleep? No way. 本日活動再開となったアイさん。大丈夫？ちゃんとご飯。はい。よかった。ちゃんとやれてるね。そうそう。ご飯といえば、この間うちの子が。じゃなくて、うちの子猫がね、休養中に飼い始めたんだけど。ダ
ダメかもしれない。It was close. Wow. いいパフォーマンスお願いします。はい、お願いします。B 小町のこと知ってるの？知らね、興味もね。音源聞いたけど、良くも悪くも普通って感じ。まあこういうんが売れるんだけどな。ですね。名前くらいは知ってるけど、ここ半年話聞かないな。どこサイドのご利用し？近上がりだろ。いちごプロだって知らん事務所。この業界には笑顔の裏に嘘と打算が隠れてる。放送に穴を開けてはならない。どんな演者にも最大限のパフォーマンスを引き出すよう、スタッフだって嘘をつく。This voice actor, I think it's Ukai-san, like from season 4, from Haikyuu. Yeah, that's him. That's definitely him. Okay.Those eyes, holy shit! 愛のことがバレたら全て失うリスクあるのに。でもわかるな。狂わずにいられないんだ。I love the eyes. Oh my god. ただ焦がされる。まるで火に群がるガみたいに吸い寄せられて。羽が焼け落ちると気がついてもなお止まれない。僕を殺してくれた奴も。This stalker. 感謝しちゃってるくらいなんだから。No way. 本当は。普通の子供を産ませてあげたかったんだけど、不可抗力だ。超常現象には勝てない。僕は僕で楽しくやらせてもらう。待って、ヘルステボー始まってるじゃん。どうして起こしてくれなかったの？No way. Is it her?リアタイに意味あるってのにどうして起こしてくれないかな。体無駄に眠いんだからお互いに協力し合おうよ。 Wait, is it her? 俺は何度か起こしたぞ。え、マジ？このアホも俺と同じく誰かの生まれ変わり。 So he knows about her. それに気づいたのは割と早い段階だった。ママの才能と美を理解しない人類が。パフォーマンスの質で格の違い明らかでしょ。運営に贔屓されるのはもはや必然なんだけど。どうせてめえブスのババアだろ。お前、え、もしかして俺と同じか？え、若坊が喋った。金も。お前もだろ。つくづく思う。本当に愛には普通の子供を産ませてあげたかった。How long is this? It's 1 hour and 20 minutes.きなんてこさえやがって。どうして？ Is this like a movie or what? 騙したな。 Yeah, that's stalker. アクオ、お腹減った？おっぱい飲む？飲むの？ No! No! すっげー飲み方。はいはい。またおっぱい？ルビーはおっぱい好きだね。なあ、that would be me too。行ってらっしゃい。行ってきまーす。行ってきまーす。お前、ちょっとは遠慮しろよね。なんで？娘の私がママのおっぱい吸うのは自然の摂理なんですけど。一応聞いておくけど、お前前世でも女？うん。ならまあ。ギリ許せるけど。オタクの嫉妬キモい。よかった、合法的におっぱい味わえる女に生まれて。俺の倫理観だとそれもアウトなんだけどな。ママもかわいそう。まさか自分の子供が自分のオタとか、マジキモい。もおむつ交換したいから向こう行って。はいはい。私がこんな仕事。一応私社長夫人じゃないの。美少年と仕事できると思ってあいつと結婚したのに、与えられた仕事は16歳アイドルの子供の世話。
Yeah, I knew something was off. ていうかこれって不祥事の隠蔽よね。そうだ。週刊誌とかにこのネタ売ったらお金持ちに。もう全部どうでもいい。やったるか。No way。やっぱどうする？殺す？無理だ。Yeah。差がありすぎる。こっちは冗談で言ってるけど、もしかしてそっちは本気？本当。どうすんの？あいつ母子手帳めっちゃ取り始めたけど。むしろこれはチャンスだ。俺に考えがある。これを売ったお金で本旦を月間1位に押し上げるのよ。哀れな娘よ。貴様の心の渇きはシャンパンでは言えぬ。誰？我は神の使いである。神の使い？っていうか赤ちゃんが調べ嘘だ。ほらほらルビーちゃん、テーブルの上に乗っちゃ危ない。慎め。我はアマテラスの剣。アマテラス。貴様らの言う神なるぞ。神。貴様は目先の金に踊らされ、天命を投げ出そうとしている。天命？このままでは天罰が下るであろう。天罰？天罰って何ですか？具体的には。具体的には死ぬ。そう死ぬ。超具体的に死ぬ。私どうすれば。母と我々の秘密を守ることじゃ。そしてこの子らを可愛がり、言うこと全部聞くのじゃ。全部これでよかったのかな。どの道乳児の活動範囲には限界がある。 I mean like even if she told someone no one would believe herRight? Like, the babies are talking? Like, no way. しかし、なかなか迫真の演技だったな。どこかで演劇やってたのか？ああ、初めてやった。私、ちょっと変わったとこで。I just noticed. How is he called? How is the doctor called? Okay, I'm just gonna call him Aqua. His voice actor is the same as Rudy from Mushoku Tensei, right? 私ちょっと変わったとこで育ったから。ふん、じゃあ才能だ。将来は女優かな。将来考えたことなかった。俺に妹ができた。アイドルオタの変わった女だ。アイちゃんはね、もうダンスキレッキレ。That's her. It is her. アイちゃんのことは世界で一番好きだけど、It must be her. 同じくらい好きだよ。サリナちゃん。何？なんか呼んだ？悪い。起こしたか。別に呼んでねえ。It is her. なら布団で寝ろ。まあそうだよね。そんなわけないか。サリナは前世の名前だし。It is her. 復帰して数ヶ月。ビーコ町は。それはもう快進撃を遂げているわけではなかった。今月の給料20万。 How much is that? That's not really much for an idol. 今更どうしたの？製造から流通までやってる大手と違って、うちはただの弱小ゲープロ。利益が薄いのは承知の上でしょう。世の中結局お金だって気づいたの。嫌なことに気づいちゃったね。だけどこの子たちをいい学校に入れたり習い事させたり、いろんな選択肢をあげるには私がもっと売れて、もっとバシバシ稼がなきゃダメなんだよね。今のままじゃこの子たちを幸せにできない。はあ、 CM とか映画の仕事来ないかな。それも大手が。はん、いや、まずその高いアイスをやめなさい。いってらっしゃい。いい子に留守番してて、ね、アイドルって月給100万くらい稼ぐものじゃないの？ Yeah. そんなわけないだろう。なわけないの？ No. 歌唱印税もテレビ出演料もメンバーと山分け。ライブは物販が売れなきゃ余裕で赤字。月100万はマジで一握り。何それ、頑張ってる人にお金が行き届かないなんて世の末ね。あ、そうだ、オタ
全員が持ち回りで肝臓を愛に捧げて、それを売ってレッスンにボイトレ、夜も家でフリーレする努力の子、ビーコ町だって売れてるグループなのに。 And she's a mother。 おいマネージャー、どうしてうちの愛に仕事が来ない。このクソ上、もっと営業かけろ。愛がすごいのは私も認めてる、でもそれはアイドルという分野に限った話。芸能界ってのは一人でも戦える何かがないとやっていけないところなの。儲かる仕事ってB小町の誰かじゃなくて愛にお願いしたい仕事のことだから、アイドルとして優等生なだけじゃダメなのよ。アイちゃん、なんか元気なくない？病み上がりなんだから無理しちゃねえよ。違うんです、お昼ご飯食べ損ねててお腹めっちゃ減ってて。何それ、食いしん坊キャラ。気分乗らないな。エゴサしよ。エゴサーフィング。はい。 For better or worse, I smile is that of a pro. It's like it likes human feeling. I can't fully support her. Why was his name Tanjiro? Oh, Tanujiro. Okay, never mind. 痛いとこつくな。反則イベントミニライブ、抽選でしか当たらないやつ。どうしてもって言うから連れてきましたが、こんなの社長にバレたら怒られるのは私なんですからね。押さない、かけない、喋らない、おしゃぶりつけておとなしくしててくださいね。そうだゾルビー、目立つことだけは絶対ダメだからな。これでも私はママが心配できてるの。遊びに来たわけじゃない。本日はB小町のお三方にお越しいただきました。あなたのアイドル最後はピンク。はい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 。そんなこと言われたってな。私プロだし、人間っぽくないのを求めてるのはそっちじゃん。鏡見て研究してミリ単位で調律全部出さん。いつも一番喜んでもらえる笑顔をやってる。 So she's putting on a mask made up of lies. Yeah.何がしてきたですか。今エンジョイしてるじゃないですか。おめえ、うちの子キャワー。21。Now I'm sweating a lot. That was way too funny.Let's continue. Babu, 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 babu. I don't fan dance. And her eyes, the animation. Holy shit. $2 million views. なるほど、これがいいのね。覚えちゃったぞ。それから1年、俺たちは立ったり喋ったりしても怪しまれない程度には大きくなり、妹はママママよし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 どこで覚えたの？もしかしてもしかして愛は俺たちを怪しいと。やばいくらいの天才っぽいな。Yeah, definitely. 疑うこともなく平穏に日々を過ごしている。ママの初ドラマ楽しみだね。ちょい役だけどね。いいですか二人とも、どうしてもと言うから連れて行きますけど、現場で愛さんのことママなんて絶対に呼ばないでくださいよ。That's the stalker. I know it. どうかしました？監督、
いや別に。あ、この子供は？あ、私の子なんです。マネージャーが子連れで現場にね。あ、働き方改革ってやつか。え、時代だな。He looked just like the stalker, but like grown up. Oh, この子確かグラビアの。あっちは可愛すぎる演技派とか言われてる若手女優。バブーバブー。可愛い子ぶってんじゃねえよ。あ？マネージャーのガキじゃねえか。いるのは構わねえが、泣き出して収録止めたら締め出すからな。いえ、我々赤ん坊ですが、そのような粗相はしないよう努めますので。進行妨げないのは最低限と認識しております。めちゃくちゃ喋るな、赤ん坊。どこで覚えたそんな言葉。YouTube で少々。すげえな、 YouTube って時代だな。お前も演技とかするのか。いや、演技とかそういうのは。画面として面白いな。なんかに使いたい。おお。俺の名刺だ。どっかの事務所入ったら電話しろ。Give me a call. How is the baby supposed to call him? Like with what? Does he have a phone already? 顔は抜群にいい。運が良ければ生き残るだろう。顔が抜群にいいのに。一つは看板役者。客を連れてくることをまず求められる。広告塔の役割もあるからギャラもいい。次に実力派。作品の質を担保する役割。レーベルとしてのブランドを保つことが仕事だ。最後に新人役者。ここに演技力なんて期待してない。つまりあそこにいる新人たちは全員投資を受けてる段階。客に寄れるか現場に好かれるか、どっちかがなきゃ次の新人に席を奪われる。Mm-hmm. Yeah. この現場にいる新人全員の中で誰か一人でも生き残りゃ大成功。そういう世界だ。じゃあ平気だね。愛はアイドルとして一流だから。いや、アイドルとして一流でも仕方ないだろう。Really? 監督、本日準備できました。おう、ここで見とく。I mean, yeah, you just need one scandal and it's all over. トーマ君に聞いてあげようか？ちょっと絶対やめてよ。演技は涙が嫌に目を引く。Okay, so he's not the killer. The stalker. ママの演技楽しみ。結構撮ったからね。いよいよだ。始まった。あ、このシーンだ。何なの？ママ。もっと大きく映せ。あれ？どこした？待って、トーマ。なんでここに？だから俺たちなんじゃいけない。え？これだけ？ワンシーンちょびっとじゃん。He's really gonna call him. Hi. ちょっと監督、どうなってんの？どう、掃除具ベイビー。はい、全然使ってないじゃん。あれな、いい仕上がりだったのに残念だったな。じゃあどうして？主演の女優は事務所が可愛すぎる演技派女優って売り出してる子だ。なのに同じフレームの中にそれ以上の顔あったらどうだ ？Yeah, that's true. あの画面において可愛すぎたんだよ。Mm-hmm. So she just needs like the main role. 芸能界を夢見るのはいいけど、芸能界に夢を見るのはよした方がいい。ここはアートじゃなくビジネスの場だ。代わりにと言っちゃなんだが、愛に仕事を振りたい。映画の仕事だ。文句はねえだろ。マジで？ただし。As you're gonna be acting too. Yeah. 金がかかってる企画ほどこけるわけにはいかねえ。確実に客を呼べる役者を抑えるため、上は上の戦いがある。キャスティング権のある監督はごくごく一部の超大物監督か、超低予算でやってる小規模映画の監督くらいだ。さあ、俺はどっちに見える？超大物か。はい、外れ。ここは低予算の現場ですよっと。演技なら多分うちの妹の方が上手いですよ。いや、お前だ。お前の出演と引き換えに愛を使う。これを業界ではバーターっつんだ。基本だから覚えておけ。なんでママいないの？愛とは撮影日が違うんだよ。早く帰ってバブりたい。ママの目でおぎゃりたいよ。いい年して恥ずかしくないのか。中身何歳か知らんけど。She's gonna be glued to her boobs.
ここはプロの現場なんだけど、遊びに来てるんなら帰りなさい。有馬かな、この映画の女優よ。あ、この子あれじゃない？となんだっけ、重曹舐める天才子役？10秒で泣ける天才子役。私この子あんま好きじゃないのよね。なんか作り物っぽくて生理的に無理。本読みの段階じゃあなたもアイドルの子の出番もなかったのに、監督のゴリ押しってママも言ってた。そういうのいけないことなんだから。いや、そういうわけじゃ。こないだ監督が撮ったドラマ見たけど、あのアイドル全然出番なかったじゃん。は？どうせカットしなきゃいけないほどへったくそな演技してたんでしょ。エディさん、カナのカバン持って。ちょっと待ってね。Oh my god, I hate her. 相手はガキだ。殺しはしない。僕らはその村の入り口で出会う気味の悪い子供たち。ようこそお客さん、歓迎します。どうぞゆっくりしていってください。さすがに天才子役、うまい。普通に考えれば気味の悪い子供の演技をすればいい。監督が欲しい絵はきっと。この村に宿は一つしかありません。一度チェックインしてから村を散策するといいでしょう。このシーンは急遽追加された部分。俺のことを知ってから監督が加筆した当て書きだ。演出の意図に応えれば十分。言葉にはしなかったけど、監督が言いたいのはつまり、演じなくてもお前は十分気味が悪い。ではご案内します。OK。 いい感じですね。いつものお兄ちゃんだったね。はあ、すごいね。お姉さんとっかってきちゃった。Mine too。 よくないわ。監督、撮り直して。あ？いや、問題なかったから。問題よ、アリア！ Damn, chill. Is she fake crying?Oh, damn! That's fire. Okay. So, Juku, 役者に一番大事な要素は何だと思う？実力とかセンス、やる気と努力の量。まあそれも大事だけどな。結局のところコミュ力だ。お前の演技、俺の想像にぴったりの演技だったぜ。あの子の方がすごかったよ。俺はいつも通りの俺やっただけだし。でもそうしろとは一言も言ってない。意図を読み取るのも一つのコミュ力だ。もちろんお前はすごい演技よりぴったりの演技ができる役者になれ。Okay, I like the old dude. 役者にならないし。こうして僕はこの業界に片足を突っ込んだ。うん。悪は覚えたわ。次は絶対負けない。監督の撮った映画はそこそこ評価されたらしく、なんかの賞の監督賞にノミネートされた。今思えば俺の演技はなかなか冴えていたと思う。あの映画は結局愛が全部持っていった。それがきっかけなのかわからないけど、仕事も結構増えてきて。 God damn。愛はもうすぐ二十歳になる。20。今のところ僕らは世間の目にさらされることなく日常を過ごしている。俺の死体はまだ発見されていない。 Still not. So did the stalker hide him somewhere? ママの方が可愛いけどね。何の対抗意識？俺たちは幼稚園に入園した。そういや、お前って生まれ変わる前何してたの？ていうか本当は何歳？私が年下だった場合。んだよ、やっぱガキだったか。これからは俺の言うことちゃんと聞けよ、年下。私大人の女性なんだけど、女性の年齢尋ねるとかデリカシーのないガキね。っていうか前世とかどうでもいいし、余計な詮索しないで。まあそれもそうだな。激務の日々に比べれば園児の毎日なんて、食って寝て適当に本でも読んでればいいし楽なもんだ。
にしてもあいつよくあんな本気で遊べるな。エンジが京極夏彦の今度みんなの踊りをお家の方も見に来てくれるから一生懸命練習しましょうね。はい。やだ、私やらない。ルビーちゃん、 Because I can't come there and watch her, right? No? Okay, bad at dancing. Okay, never mind. いつも部屋に閉じこもって遊んでたのか、現代っ子め。No. どうせ引きこもりみたいなもんだし、何度か挑戦したけどできなかった。これまでのことは知らんけど、それでいいの？お前の人生これから長いんだぞ。ダンスの練習？じゃあママも一緒にやろうっと。今度ライブで昔の曲やるから練習しないと。ママ、そこの振りちょっと変。え？武道館の時もっと手高かったよ。あれ？もしかして私のライブ映像見たの？How did she know this? ママのライブ映像は何百何千回も見た。釣りだって全部覚えてる。どんなだっけ？ここの時はもっと、あっ、大丈夫？ルビーの動き方、なんか倒れる準備してるみたい。だっていつも倒れてばかりで、受け身取らないと怪我するから。転ぶのを怖がったらもっと転んじゃうものなんだよ。もっと堂々と胸を張って立つの。大丈夫だよ、ママを信じて。体は不自由でほとんど言うことを聞かず、ベッドの中でひたすら憧れ続けた。ママのかっこいい動きは全部脳裏に刻まれてる。あの光は全部網膜に焼き付いてる。私の光。It's so beautiful. あんな風に動けたら、もっと動け。私の体。Damn. こいつ、演技だけじゃなかったのか。ダンスのセンス、そして母親譲りのルックス。怖い想像をしてしまった。なんとなく別れた男に連絡を取ってみた。ねえ、子供たちも結構大きくなったんだよ。一度会ってみない？きっかけは子供たちの会話を盗み聞いたこと。なるべく考えないようにしてることだけど、俺たちの父親って一体誰なんだろうな。あ、考えるだけで心が沈む。バカね、そんなレベルの低いことで落ち込んでるの？少女受胎に決まってるでしょ。男なんてうちの子すごく賢いし、私たちの事情も分かってくれるよ。うん、新しい住所はね。あ、アイダ、写真撮ろうっと。 Oh my god。 OK。 愛の主演ドラマも視聴率上々、 B 小町の仕事もびっちり埋まって、いよいよ来週はドームで。上機嫌だね。 OK 社長、自分の育てたアイドルをドームに連れてくのが夢だったから、mm-hmm. 社員みんなの夢でもあるけど。ドームってそんなにすごいの？お金があればできる場所じゃない。選ばれた一握りだけが登れる舞台、ドームはみんなの夢なのよ。へえ。私が売れるとみんなが喜ぶ。だから私も嬉しそうにする。大事な時期だ。That's kind of sad. 私は昔から何かを愛するのが苦手だ。こんな私は到底アイドルなんて向いてないと思ってた。君ならセンターも狙えると思う。興味ないです。いや、絶対向いてる。保証する。
やめといた方がいいと思うよ。私施設の子だし。もともと片親だったんだけど、小さい頃にお母さん窃盗で捕まっちゃって。ちょっと脅かせばスカウトさんにお引き取りいただけると思った。ファンからも愛されないよ。いいんじゃねえの。そもそも普通の人間に向いてる仕事じゃないし、そういう経歴も個性じゃん。でもアイドルってみんな愛してるぞとか言うじゃん。私が言ったら嘘に。嘘でいいんだよ。むしろ客は綺麗な嘘を求めてる。嘘をつけるのも才能だ。いいじゃねえか。こいてけこいてけ。アイドルになれば愛してるなんて言葉は歌詞の中にいくらでも入ってる。Yeah, that's true. They say it all the time. 嘘が本当になるかもしれん。嘘が本当に。その言葉を聞いてアイドルになることを決めた。心の底から愛してるって言ってみたくて、愛してるって嘘を振りまいてきた。母親になれば子供を愛せると思った。 No way. 私はまだ子供たちに愛してるって言ったことがない。だから私は今日も嘘をつく。嘘が本当になることを信じて、その代償がいつか訪れるとしても。社長たちかな。 The father. はーい。ん？ドーム公演おめでとう。双子の子供は元気。That's a stalker. What? No way. The motherfucker. もっと痛かった、苦しかった。アイドルのくせに子供なんて作るから、この嘘つきが。散々好き好き言って釣っておいてよ。全部嘘っぱちじゃねえか。私なんてもともと無責任で、純粋じゃないし、ずるくて汚いし、人を愛するってよくわからないから、みんなが喜んでくれるような綺麗な嘘をついてきた。いつか嘘が本当になることを願って、君たちのことを愛せてたかは分からないけど、愛したいと思いながら愛の歌を歌ってたよ。いつかそれが本当になることを願って、今だって君のこと愛したいって思ってる。嘘つけ。俺のことなんて覚えてもいないんだろう。陽介くんだよね。よく握手会来てくれてた。お土産でくれた星の砂、嬉しかったな。今もリビングに飾ってあるんだよ。だよ、それそういうんじゃ。いいからすぐ来てくれ。はい、救急車呼んだから。こういう時のためにドアチェーンってあるんだ。喋るな。出血が腹部大動脈か。クソ。ごめんね、多分これ無理だ。大丈夫？アクアは怪我とかしてない？してない。映画のスケジュールも本気まりしてたのに。どうしたの？そっちで何が起きてるの？フルマ、ルビー。なんでだ！ルビー？ルビーのお遊戯会の踊り、よかったよ。私さ、ルビーももしかしたらこの先アイドルになるのかもって思ってて。I can't. I just can't. どんな大人になるのかな。二人が大人になってくのそばで見てたい。ルビー、バクは No, no. 愛してる。ああ、やっと見つかった。
遅くなって。この言葉は絶対嘘じゃない。はい。No. It faded away.愛さんが殺害されました。本日未明、都内自宅マンションにて男が女を刺していると通報がありました。搬送先の病院で死亡が確認されました。容疑者と思われる男は愛さんの熱狂的なファンであり、数時間後に自殺を図り、病院にて死亡が確認されました。アイドルがファンに殺傷され、犯人は自死というセンセーショナルなニュースはあれから1時間も置かずに出回った。世間の反応としては概ね同情的な意見が多かった。だが案の定というべきか、死者をおもちゃにして他人の注目を浴びたい連中はそこらにいて。シャアなしって何？ねえ、アイドルが恋愛したら殺されても仕方ないのね。なわけないでしょ。自分は散々アイドルにガチ恋しておいてさ、それを否定するのって無事が良すぎない。 I'm not focusing。死んじゃったのに、こう死にたくなるようなことばっかり。有名だったら何言われても仕方ないの？有名税って何？お客様は神様みたいなこと言ってさ、それはお前らの使うセリフじゃねえんだよ。傷つけられる側が自分を納得させるために使う言葉を。人を傷つける名材より使うな。3日も経てば愛の死亡というコンテンツは消費され尽くし、少し早い雪で交通網が麻痺したというニュース以降、話題に挙げられることもなくなった。雪が愛の死を覆い隠すように。本当にうちの子になりませんか？もちろん二人の母親は愛さんしかいない。私のことを母親だなんて思わなくてもいい。でも私はあなたたちを自分の子供のように思ってる。Eyes are so dead. ママ言ってた。私がアイドルになるんじゃないかって。アクアは私なんかでもなれると思う。なってもしょうがなくない。儲かりたいなら別の仕事の方が手っ取り早いし、ファンは常に身勝手で、男ができれば袋叩き。うん。それでもママはキラキラしてた。けど俺は。どうせ一度死んだ身だ。愛がいないならこんな世界。あのストーカーと俺を殺した男は同一人物だ。なぜ愛が入院した病院を突き止められた？なぜ引っ越したばかりの新居に来た？He must have worked with someone. 情報提供者がいる限り、her boyfriend, her ex-boyfriend, their father. Yeah.Because she was on the phone with him and she told him their new address. It's their father. Holy shit, I just had chills. 代わりにちょっとお願い事があるんだけど。なんだ？俺を育てる気はない。おい、まだかかるのか、アルビー。もう、ちょっと待ってってば、お兄ちゃん。おお。制服可愛いけど複雑なんだもん。They're grown up. でも本当可愛い。初日から遅刻は勘弁してくれよ。あ、そうだ。ママ、行ってきます。かくして、プロローグは終わり、新たな物語の幕が上がる。
そして俺は俺の復讐劇を始める。無敵の笑顔を出すメディア、完璧で嘘つきな君は。 You are perfect liar. You are so big. 取れてるかな。 Oh. こういうの残しておくのもいいと思ってね。 No.大人になった時、これ見ながら一緒にお酒でも飲めたらいいなって。さすがに私はその年でアイドルやってないと思うけど。あ、その時は君たちがアイドルとかになってるかもね。何にせよさ、元気に育ってください。母の願いとしてはそれだけだよ。They didn't have to break me down again.Okay, this anime is insane. I love the story. I am completely dived into the story, and the animation looks so cool and so beautiful. Like, it's insane. And yeah, I didn't expect it would break me so much. Like, damn. Nah, I would love to see this in a movie theater, in a cinema. It would be really awesome. okay.I hope you liked my reaction, and if you did, then don't forget to press that like and subscribe button. And if you'd like to see my full uncut reaction, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And yeah, I guess I will see you next time. Matane.